3333円。さあ、それでは行ってみましょうか。あれ、いらっしゃい。というわけで本日はワンピースカードサーチパック開封よ。今回も買っちゃった。なんかでけえのよ。ただ一泊です。一泊。そして今回のお値段は前回の4600円に続いて3333円よ。ちょっと安くなったわ。前回よりもちょっと安くなったけど、それでもあんた一泊の定価がさ220円なのがさ3300円で売っとうだ。誰が買うねん。あたすでね、今回もパラレル確定パックらしいのよ。しかもコミパラ高確率。これ多分嘘嘘コミパラ高確率なんてのはもうまず判別させられません。なのでまあコミパラだと言いなぐらいの感じかなね。まあとにかくパラレルで3300円以上の上の方狙っていけたらいいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速かまこサーチから行くわよ。さあ、というわけでかまこサーチの準備は OK。 それじゃあ開封していくわ。なんでこんな箱が大きいの。どういう状態。あ、こんなご丁寧に箱に入れてくださってるのね。それでは、ご開帳しましょう。せーの、お、おるわ。現れました。顔がね、顔がね、顔くれ。はい。3333円のパックです。さあ、それではね、このマスキングテープも剥がして、まずは全体測っていこうかしらね。平均的なパックの重さが 13.66、 果たしてそれよりも重いのかどうか。いくわよ。13.86、 0.2g 多い。これはちょっと期待持てるんじゃない。よし、開けてこう。それではいよいよこの3333円にハサミを入れていくわね。ね。おーい、来たー。いきなり陸王様がお出になられてきました。王族が出てくるとさ、なんかちょっとなんかいい気がするな。よし、じゃあ次行ってみよう。ちょっとずれると見えちゃう。はい。はい、出たー、ガンマナイフ。うちのお嬢様がね、無限回収しておりますのでね、おそらくこのガンマナイフも回収されるでしょう。続いて、はい、サンゴロー。実はこれ、後ろ側にね、ゾロがいるのよ。ここにゾロがいて、ここに男ちゃんがいるんだけど、このシーンって、実は、トノヤスさんが処刑されてしまって、で、男ちゃんが駆け寄ったところ、やられそうになったところを助けに行った、サンジとゾロの場面が再現されてる。ね？知ってた？なんかもう喋っててゾーってするんだけどさ、これもう神カードなのよ、このゾロとサンジのセットはね。シーンが、あーってなった人はね、手に入れてほしいカードかな。さあ、続いていきましょう。はい。お前か。お前はなんかちょっと気分的に、微妙なんだ。な。残りが3枚でございます。次まではめくって大丈夫。ここまではめくって大丈夫。いい？しょ！これちょっと幸先良くない？というわけで、はい、裏を向けます。そして、かまこサーチ第2弾行きましょうか。ね。これ置いておいて。で、これが、はい、いわちゃんでございますね。じゃあ、いわちゃんの重さは果たして。いわちゃん 2.9g。大きいお顔の割には意外と軽い。みょす。2.1g。まあ、ほぼほぼ変わらずノーマルカードと。そして、サンゴロウ。
2.11。 ちょっとずつなんか重いな。そしてガンマナイフ 2.1。 はい、陸王が 2.08。 問題のこのカードは一体 2.33。 明らかに重し、明らかにこいつは重い。さあさあ、ちょっと待って、息吸う、息吸う。あー、過去吸、過去吸。やばい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 。さあ、じゃあこのカードが何なのか、いよいよ、いよいよ運命の時がやってまいりましたわ。あー、3333円、超えてくるのか来ないのか。さあ、それでは行ってみましょうか。皆様、心の準備はよろしいかしら。それじゃあ、行くわよー、せーの。いやー、うおい、うおいか、うおいか、お、なんだ、惜しいっちゃ惜しいんだけど、ね、ルフィのね、セクパラだね。シークレットのパラレルということで、なんだろうな、ニカはニカでも、こっちじゃないんだけどな。すっごい、ちょっとニカに近づいた感がして、嬉しいです。というわけでございまして、今回は、ニカはニカでも、こっちのニカでした。まあ、パラレルには違いないわね。今回も、沈没。まあでもね、あの、カードとしてはね、私すごいいいカード出て嬉しいんだ。嬉しいんだよ。うん。だからまあ買った方が安いんだけどな。まあそんなもんだ。で、ちょっとずつなんとなくね、こう、上向きになってる気がしてるので、ちょっとまだ、まだ行きたい。これはね、もうちょっとこう、こう、いつになるのか、私の手元に、あのカードたちが来るのは、いつになるのか、わかりませんが、ぜひまたお付き合いいただけると嬉しいです。私と一緒に夢を追いかけてくださる方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございます。それでは、また次回まで。次も行くよ。それじゃあね、バイバイ。